ビクトリアマイル2022年の予想。はい。とはいえです。木曜日、はい、枠順が決まっておりません。そうですね。ただ、どこよりも早い予想をお届けしたいと思いまして、ビクトリアマイル G1 この2022の予想、皆さんにいっぱい見ていただきたいなと。はい。いう思惑で、ちょっと早めに上げます。一番人気が予想されるのが、ソダシさん。皆さん、白い子です。はい。はい。ソダシさん、白い子です。大人気。前走はフェブラリーステークスですね。ダートの。ダートの1600メートルで、ボバに混じって、男に混じって、3着に来たと。はい。やっぱ強えな。ダートいけんなって思ったソダシ。芝に戻ってきました。そうですね。っていう、一番人気。ただ前走のフェブラリーステークスはダートとはいえ、重馬場でちょっとスピードが出る感じだったんで、流れ的には芝に近いんじゃないかな。はい、そうですね。ていうかもうダートやと究極に速かったです。なるほど。はい。ってことは芝のそのスピードが重視される芝に対応できる素足が3着に食い込めたっていうレースが前走だったんじゃないかなと。今回、まあ、この東京の芝1600メートルが、はい、コース代わりって言われる、みんな内側絶対通るから、うちってボロ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 荒れてくるんですよ。はいはいはい。で、東京競馬場ももう1ヶ月ぐらい使ってるのかな、はい、毎週土日に1ヶ月ぐらい使ってるから、ここら辺の芝がね、馬場造園家の人が頑張って頑張って芝を保護してるんだけど、どうしても土が剥がれてきちゃうと。で、走りにくくなっちゃうんですよ、内側って。はい。で、走りにくくなっちゃう内側を、なんとか保護しようと、2パターンありまして、そもそも最初の開催の時に、ここに柵を張っとくのね。荒れるの、ここ。でもここ荒れない、保護してるからここ荒れないっていう状態、はいはい、しとこうね。ここがボロボロになってきましたよっていう開催後半に柵を外すんです。とここにひょっこり超走りやすいグリーンベルトっていうのが登場するんです。でこうなってくると内側が走りやすいから、前残りが逃げ先行前残りになるパターンになる、はい、が、まあこれが A コース代わりか。ただ今回このパターンとはちょっと逆で、最初は柵ないんです。柵ない状態で普通に使ってるから、最初に書いた状態。内側荒れてるんです。内側荒れちゃったんで、柵を設けましょう。はい。B コースっていうのに変えます。ちょっと、そんなにみんなが走ってなかった部分が最内になるので、はい、やっぱり同じように内側伸びるんじゃないか。ただ、ここもちょっと使ってるんで、うんうん、めちゃめちゃ綺麗かっていうとどうでしょう。大なくところなんです、ね、そう。ただ、うちは有利かなっていうのが、はい、今週の土曜日から、はい、B コースに変わります。そして、ソダシは前に行く。まあ、前に行かないといけない馬ですね。気象とかって。そうか。この馬後ろからだと切れ足もないですし。なるほどね。だ前有利になりそう。まあ、これは土曜日を見てみないとわかんないし、雨も降りそうなんで、だソダシどうかな。で、ソダシとの兼ね合いを考えたときに、前に行きたい馬ってまだいるんですよ。川野さんが乗ります、レイパパレと、レシステンシア。これもおそらく前行くでしょう。そうですね。てかもう前走、むちゃくちゃハイペースで逃げちゃってますからね。そうだね。多分、距離延長でかかると思います。そうか。はい、前に行きたい有力馬が多いときに、潰し合って、後ろから来る方が有利ってなるか、前の奴らが牽制し合ってペースを落としてそのままやっぱ強い奴が強くなるかっていうのはもうこれは各々の予想で変わってくるんだけど、ちょっと前行きたい馬が多いと。で、前有利だから。また強そうなね、先行馬なんですよね。そうね。で、レイパパでも気象が結構前向きなんで前に行きたがるらしい。そうですね。前に行きたがる、前に行きたがる、そして前に行くだろう。まあ、ペースは速くなるでしょうね。そうですね。っていう気がするんですよ。この3頭追ったら、まあ、遅くはならないですよね。うん、はい、となると、俺は、この3頭は軸にするのはちょっとどれも怖いなって気がするんですよ。はいはい。俺が、ちょっと、1頭、行きたいのが、はい、ソングライン。はい。これ、ララバイの20万です。あ、そうですね。3連単頭でいいと思ってます。ソングライン。ほう。まあ、本当に中段の馬です。中段の馬。6、7、8番っていうのが。さっきのレイパパレソダシ、はい、レシステンシアを影響ない状態で様子を見つつ、そのペースに合わせていけるんです。そうですね。だ強みがある。展開に左右されない強みがある。そして、ビクトリアマイルはリピーターが多いです。ただ、ソングラインは別にビクトリアマイル走ってないんですよ。リピーターが多いっていうのに俺は無理やり理屈をつけたのが、はい、東京マイル。得意だったら得意で勝利論で、はい、行くと、はい、ソングラインはボバに混じって NHK
マイルカップ2着、はい、2着なんですよ。同舞台で2着にボバに混じっていけてるってことは、ここの舞台が苦手なわけがないと。しかも俗に言う鼻毛差の2着ですからね。もう本当に鼻毛差で、まあ、首の上げ下げでもう1着でもおかしくなかったし、レディーに鼻毛差は良くないぞだけじゃないんですよ。そのぐらいにですね、関谷記念、これは東京じゃないんだけど同じ左回りの新潟競馬場の関谷記念、はいはい、これはボバどころか年上のボバに混じって、まあ確かにこの時期の年上のボバと走ると筋量が軽い、ハンデで筋量が軽くなる有利はあるんだけれども、年上に混じって関谷記念3着で、さらに言うと富士ステークス、はいはいはい、富士ステークス東京の芝1600なんですよ。これ小馬に混じってボバに混じって1着なんですよ、はい、ってことはさっきのリピーターは東京マイルが得意だからリピートできるんじゃないかっていう理屈にバッチリ合うんですよ、はいはい。でしかも今回前の有力馬を見ながらもう完全にこう優位に運べるかもしれない。俺はもうソングラインがララバイの20倍です。おお、なるほど。どうでしょうか。どうでしょうか。どうでしょうか。まあでもその富士ステークスの次の阪神でもう15着に負けてますかね、右回りで。なるほど。だからもう逆に言ったらめっちゃ左が適性あるんかなっていうのも確かに名付けますよね。もうそのね、15着に負けたっていうのはもうここ勝つためのもう馬券妙味だけですよ。そうですね。まああれですけどね、ドバイで1着になってるんですよ。あ、大きい。そう、1351m で1着になってる。もう完璧。あとはその海外遠征帰りって調子崩しちゃう子もいるんで、そこだけ心配。はいはいはい。ちょっと心配だけど、池添ジョッキー。池添、ね、あら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 、池添さん。まああれも主戦ですからね、一応。そっか。はい。お前全然なんかね、知らないのになとしたね。そしてもう一頭。ファインルージュ。ファインルージュ。ファインルージュなんですね。はい。ファインルージュ。ファインルージュいますか？え、いない？あ、いました。はい。ルメールジョッキーです。あら。あらあら、ファインルージュ。ルメールさんです。ルメールさんです。トップジョッキールメールさん。はい。ファインルージュ。ソングラインと同じような理由です。フェアリーステークス1着。桜花賞3着。東京新聞杯2着。はい。東京新聞杯も、ここですね。東京の芝1600メートル。これもボバに混じって2着に来てるってことは、まあ、さっきのリピートではないけど、リピーターっていう、その適性っていう意味で得意じゃないかなっていう。はい、意味では僕はこいつも買いたい。そして実績もろもろ考えるとソングラインよりはちょっと劣るかなっていうんで、僕の丸はファインルージュです。はいはい。まあ言ったらあれですよね、同じ世代の牝馬から言ってる感じですよね、うん、そうね、まあ、強いですもんね、あの世代って。だソダシとのこの今の実力のこう兼ね合いが見れるのが、まあビクトリアマル、まあ、もうそれも見どころかなって感じはするんですけども、ともっともう一度行かせてください。はい、行きましょう。マジックキャッスル。マジックキャッスル。これが戸崎さん。あ、これが戸崎さん。はい。これが戸崎さんでございます。もう理由は力説してましたからね。もう理由はこれです。リピーター説に合うのはもう今この子ぐらいしかいないんです。去年3着来てます、ね。この馬しかいないんですね。そうなんですよ、はいはい。去年3着来てるマジックキャッスルは、この骨っぽいメンバー相手に、実力で印回るかっていうと、ちょっと難しいところではあるんだけど、どうしてもやっぱね、捨てきれないんですよ。なんか。これだけリピーターが来てると言ってて、1頭しかいないわけですよ。そうね。買わないわけには。で、人気もしないですから、ね。人気も多分あんまりしないんですよ。なので、マジックキャッスルも相手には入れたいなっていう意味では、まあ、黒三角。黒三角っていうには俺、ソダシも、入れたいんだけど、まあ、この理論じゃないですけれど。白かな。いや、変えずに。白かな。白かな。まあでも、あんまりそのオカルトでリピーターだからって変えたくはないんだけど、得意なんでしょ？去年3着なんでしょ？っていう意味では、ちょっとやっぱ押してます。まあまあ来てますからね、言うても。グランアレグリアが1着のレースで。まあ、レシステンシアとかにも勝ってますからね。それを考えると、舞台適性は。で、マジックキャッスルはここ勝って安田っていうわけにはいかないでしょう。まあ、多分いやもう命一やと思いますよ、うん、なのでまあそのリピーターっていう理屈には合うかな。一応ちょっとだけ追い風じゃないですけど、うんうん、阪神牝馬ステークス前走で出たんですよ、うんうん、で阪神馬ステークスってもう本当にうちの馬しか来れないような馬場で、うん、で今回出る名将ミモザっていう馬が、うんうん、11頭立ての9番人気で1着なってたんですよ。
で、この名所の見物だとほんまに内をロスなく回って、ぴょってこう、ほんまちょっと出るだけで。で、この時にジャケットアンドバラナウトも 2番で、もう内回ってたんです。で、マジックキャスラー12番の大外で、一ちゃん外回って、で結構、5着なんですけど、伸びてたんですよ。一番伸び良かったんで、言ったら巻き返し期待っていう、前走負荷かかってレースして、今回ちょっとマシになるっていうので、普通にその、穴馬として狙いやすいタイプなんで、そこにリピーターっていうのを乗っかっていうのは、普通に、いいね。良さそうやなっていうのがありますね。いいね、はい。なるほど。で、買い目で言うと、一着ここで、二三着これ。で、三連打買います。あ、なんかもう、潔いですね。三連打買います。もうこれは。まあ、俺の買い目もこれかなと。で、あと一個だけ、おいおい、ならばいいと。ほ。こいつどうしたと。三、無敗の三冠馬ですね。どうしますそこですか。どうします。1年以上休養してます。デアリングタフト無敗の三冠牝馬、その後ジャパンカップに果敢に挑戦しまして、三冠馬対決、年上のアーモンドアイ、そして同世代の無敗の三冠ボバコントレイルと無敗の三冠同い年の牝馬デアリングタフトって、あの世紀の一戦3着だったけど、三冠馬のワンツースリーで3着だったんだけど、後金古賞2着はいはいはい、で香港で3着海外行って3着、はい、でそこで足を怪我して1年以上休養明けのここをぶっつける、マイル1600自体が久しぶり、そうですね、っていうのと、まあ、怪我した部分が調教も様子見ながらじゃないとちょっと難しいような部位を怪我してしまってるっていうのを見て、まあ、ここは明治ではないだろうと、はいはいはい、うん、オークス勝ってる、ジャパンカップ3着入ってるという意味で、デアリングタクトの距離適正はギリなんじゃないかなっていう気はするっていうのと、ここが目標じゃないだろうっていう意味で、俺はうわごめんなと、ちょっと今回は切らせてくれ、デアリングタクト買いたいね、買いたいんだけどこれを入れてたらもう、まあそうですね、どうしようもないだろうっていう意味で、ごめんな今回ごめんな、誰への本当申し訳ない、デアリングタクトファンへの、そうデアリングバードファンも、デアリングバードファンにも、お母さん、岡田真紀夫ファンにも。ファンにももう、ちょっと申し訳ないけども、ちょっと今回様子を見させてください。そうです。勝ったら泣く、でも。そうですね。っていう。一番勝った時にドラマチック性があるのは、うん、そうよ。デアリングタウトです、ね。競馬界も面白くなる、これが勝ったら。メンバーは俺、面白いと思う。すごいいいです、うん。いろんな路線から。そうよ。別路線のアイドルホースがいて、はい、あの無敗の三冠牝馬が復活してくれたんですよ。ただ、俺、切るとは言ったけど、怖い点が1個だけあるんですよ。はいはい。デアリングタクト5歳だから、3色上がってもいいんですよ。牝馬だから。そうですね。そう。なのに、まだ現役続行したってことは、可能性を感じてるんですよ、陣営は。はいはいはい。全然引退していい年なのに、そう、ね、早いけどね。ちょっと早いけどね。でもまだ走らせんのっていうところの不気味さはある。ただ俺も本当に期待してる。デアリングタクトはマジで、おばあちゃんから好きだったから、デアリングハートから。応援したいんだけど、ちょっと、まあ無事に回ってきてくれ。っていう、ほんまにそうですよね。でこれ例えて宝塚記念出たいと言ってるんで、俺はそこでは買いたい。そうなんですね、アーモンドアイコントロールがいない中中距離を担っていくっていう器ではあるんで、ね、まあ、そこは期待かなと、はい、という感じで私の予想と返させていただきますご清聴ありがとうございました。どうなんか押さえておきたい漱石ワンポイントポイツ押し僕が気になってるのはデゼルです。三子牝馬ステークス、うん、でデゼルは3着やったんですよ、はいはい、でマジックキャッスルが、5着だったんですね。内をロスなく回った馬だけが来るはずやったレースで、うんうん、デゼルもマジックキャッスルよりはちょっと内前にいたんですけど、うん、でもほぼマジックキャッスルと同じぐらい外を回って、うん、最後ほんまにムニオンって伸びたんですよもう効果もあってる多分見てください、ムニオンって伸びたんですよ負荷のかかるレースで、ほうほう、あの伸び方はちょっとなんか戻って、結構ね途中調子悪かったんですよ。伸びそうで止まるみたいなのが続いてて、ほうで今年入ってとかこの金3層がそのムニオン感がどんどんその
伸びてムニョーンってなってきて成長というか戻ってきた調子上がってきた中で、うん、僕マジックキャッスルもいいなと思ってて、うん、で人気的にデゼルの方が多分しないんですよ、うん、しかも3着やのに、うん、この前走がなんで僕はちょっとこのデゼルが結構、まあ、僕はちょっと穴馬でデゼルをちょっと注目じゃないですけ ど, ど